島津幸弘は日本の政治家、ジャーナリスト、日本共産党所属の前衆議院議員、静岡県浜松市に生まれる、静岡県立浜松工業高等学校建築家に在学中民生同盟に加盟、同行3年生治に日本共産党に入党、卒業後は静岡民放や新聞赤旗の記者を務める、1995年の 第17回参議院議員通常選挙に静岡県選挙区より出馬するも落選。その後1998年、2001年、2004年に行われた参議院議員選挙に同選挙区から出馬するがいずれも落選。2013年に行われた静岡県知事選挙へ出馬するも落選。2014年に行われた第47回衆議院議員総選挙に 比例東海ブロック単独で出馬し、初当選を果たした。2017年に行われた第48回衆議院議員総選挙に、比例東海ブロック単独2位で出馬し、落選。2020年1月、もち義きの死去に伴い同年4月に投開票が行われる、静岡4区補欠選挙に立候補の意向を示したが、3月17日、 元東京都議会議員の田中健を野党統一候補にすることに伴い、立候補を取り下げた。同年7月、日本共産党は島津を第49回衆議院議員総選挙の静岡1区の候補者として擁立することを発表した。2014衆院選毎日新聞の候補者アンケートによると、また2017衆院選朝日新聞の候補者アンケートによると、 ありがとうございます。